どこだ。お助け。動くな。勘弁してくれ。異常なし。ほら！敵発見！お前がそうか。時間通りだな。パンクチャルなやつは嫌いではない。デッドセル、俺はファットマン。この世界で最高で最高の男だ。聞こえるか、このリズム。時の鼓動だ。生命の鼓動でもある。いいだろう、この音。俺は子供の頃から時計売り場が好きだった。人の人生は限られている。
爆弾は時を刻む。そして爆弾だけが正確にその終焉を教えてくれる。貴様、間に合ってよかったな。パーティーはこれからだ。いい味だ。スティルマンに乾杯ってところだな。ビッグシェルを爆破してしまえばお前たちの要求は叶えられないぞ。要求？何のことだ。現金300億ドル。そういうことか。何を言ってる。何、いずれわかる。まあ奴らが何を目論もうと俺の知ったことではない。俺の望みはただ一つ、爆弾界で伝説になること。バカだ、誰もお前のことなど取り上げない。いや、俺は確実に歴史に残る。スティルマンをも超えた男としてな。奴らに協力した理由はそれだけだ。お前はスティルマンを超えてたといない。何？お前は彼の精神を受け継いでいない。何がおかしい。そんなものは死んだよ、半年前にな。半年前、デッドセルが壊滅した。そうだ、あの地獄の中でくだらんものは全て死んだ。そして俺は自由になった。そうでなければたどり着けない次元というものがある。今の俺こそ爆弾界のトップにふさわしい。お前はただの犯罪者だ。犯罪者として語り伝えられる。俺はアーティストだ。これだから粗暴な軍人は嫌いだ。さあ時間だ、そろそろパーティーを始めよう。いいか、俺が爆弾を仕掛ける。セットしてから数十秒で爆発する。爆破されたくなければお前が爆弾を処理しろ。笑う門には福来たる。よし、行くぞ。ハットマンはシーオンを仕掛けてからスイッチを押して次元装置を起動させる。次元装置が起動するとカウントダウンが始まる。ゼロになると爆発するぞ。そうなったら終わりだ。奴が次元装置のスイッチを押したらカウントがゼロになる前にスプレーで奴の仕掛けたシーオンを冷却処理する。ライデン、見ての通りハットマンはボムブラストスーツを着込んでいる。ボムブラストスーツ？爆弾処理用の防護服のこと。銃弾も簡単には通らない。スーツ部分は撃っても効果が薄い。主観攻撃で頭を狙うんだ。爆弾だ。
さ。あと20秒。まだまだ一休みしよう。俺のスーツがなんてこった。もうパーティーには来ていけない。パーティーは終わった。まだ終わっちゃいない。何？何をした？これは何だ？綺麗な手だろう。この繊細な指が芸術を作り出す。答えろ。これはここに仕掛けてある最大級の爆弾のスイッチだ。無駄だ。一度起動するともう停止はしない。どこに仕掛けた？どこだ？このエリアのどこかだ。心配するな。近くだ。どこだ？撃てよ。もう助からん。くそ。貴様に発見できるか。爆発すればビッグシェルは沈む。どこにある？それは貴様が考えることだ。これがパーティーの見せ場だ。せいぜい盛り上げて奴らを喜ばしてやれ。俺はここで死んで伝説になる。貴様もせいぜい楽しめよ。笑う角には福来た。頑張って。大佐、爆弾はどこにある？わからん。とにかく探すしかない。急いで、ジャック。爆弾は必ずヘリポートのどっかにあるはずだ。何とかして探し出すんだ。爆弾は必ずヘリポートのどっかにあるはずだ。何とかして探し出すんだ。ダイデン、爆弾は見つかったか？いや、まだだ。急いで、ジャック。時間がないわ。凝った場所に仕掛ける時間があったとは思えん。おそらく奴の近くだ。よく探してみるんだ。凝った場所に仕掛ける時間があったとは思えん。おそらく奴の近くだ。よく探してみるんだ。爆弾は必ずヘリポートのどっかにあるはずだ。何とかして探し出すんだ。
凝った場所に仕掛ける時間があったとは思えん。おそらく奴の近くだ。よく探してみるんだ。爆弾は必ずヘリポートのどっかにあるはずだ。何とかして探し出すんだ。凝った場所に仕掛ける時間があったとは思えん。おそらく奴の近くだ。よく探してみるんだ。大体、爆弾は？まだだ。一体どこに？もう時間がないぞ。ファットマンの体の下は？なんだって、そんなわけないだろう。わからないじゃない。根拠は？ないけど。ローズ、素人は黙っててくれ。こっちは命がかかってるんだ。ライデン、そう言わずにとりあえず調べてみたらどうだ。ライデン、よくやった。爆弾は全て除去できたようだな。これで奴らの脅しは一つ無効になった。あとは大佐、バットマンは要求のことを知らなかったようだが。知らされていなかっただけではないのか。彼は他のテロリストたちとは違う目的で動いていたようだ。しかしライデン、まだ大統領をはじめ多くの人質がいる。彼らの命が未だ危険にさらされているのを忘れるな。次の指示は？大統領を救出するんだ。手がかりがない。中央島はまだ調べていないだろう。そちらを待ってくれ。コールが入った。繋いでいいか？いや待て、こちらの存在を知られてはまずい。切るぞ。若いの、大丈夫か？フリスキー、無事だったのか？なんとかな。しばらく気を失っていたらしい。よく生きてたな。仲間に助けられた。仲間？爆弾はどうなった？ああ、解除した。バットマンも含め全て。そいつはいいニュースだ。シェル2の様子は？こっちはひどいありさまだ。爆発した H 脚がめちゃくちゃだ。有毒物質の発生は？何？ビッグシェルが爆発炎上すると大量の有毒物質が。そんな話は聞いてないが。え？まあその心配はないようだ。だが爆発の衝撃で中央島が浸水している。長くは持たないだろうな。大統領や人質は？いや、シェル2にはいなかった。おそらくシェル1だろう。早く人質を退避させなければ。ここからマンハッタンまで泳ぎ切れる距離じゃない。救命ボートみたいなものは？いや、装備されていないようだ。考えられないことだがな。ヘリで脱出しかない。そうだ、しかも人数制限付き。情報によれば人質は30人ほどいるそうだ。1回では無理だな。往復するしかない。ヘリの操縦はできるのか？いや、しかしメカオタクの仲間を連れてきている。信用できるやつだ。後で紹介する。プリスキー、今ヘリポートだが敵のハリアが見えない。出払っているようだ。今のうちだな。ハリアに狙われたら終わりだ。大統領？わからない。そっちは任せる。救出は大統領が優先だぞ。それが俺たちの任務だ。お前のだろ。勘違いするな。何？じゃあな。ジャック、呼んだ？ジャック？なんだ？またとぼけて。わかったよ。確かに爆弾は君の行った場所に仕掛けてあった。君が正しかった。君のおかげで助かった。わかればよろしい。しかし意外だったよ。本当に君の言った通りだったとは。ふん、それ私は役に立たないって思ってたってこと？そういうわけじゃないが、女の勘ってやつは侮れないな。と。その言い方なんか女性差別的。いちいち突っかからないでくれ。謝ったじゃないか。
嘘、冗談よ。気にしないで。私もあなたの役に立つって、あなたのことを本当に心配してるって認めてもらいたかっただけ。ローズ、頑張ってね。試験は合格というところから。どうぞ。名前などない。お前と同じ。お前がミスター X？ そう思いたければそれでもいい。ここでは目につく。ついてこい。お前もフォックスハウンドなのか。敵でも味方でもない。俺はラリルエルの使者。こちらの方が都合がいい。都合？人に聞かれる心配がない。ああ、なぜ俺に接触を？情報供給も含めお前をサポートするように言われている。誰に？なぜ正体を明かさない？お前が知る必要はない。必要あるかどうかは俺が決める。お前に判断する資格は与えられていない。代わりに知る必要があることを教えてやろう。大統領の居場所だ。何？正確には大統領の居場所を知っている人間。誰だ？エームズというシークレットサービスだ。今は人質と共に捕らえられている。シークレットサービス？そうだ。エームズはシークレットサービスの中でも特別な地位にある。大統領のものと同じ用心用ナノマシンが注入されていて、近くにいれば相互に体内通信が可能だ。なぜ俺にそんなことを教える？同じ言葉を何度言わせる気だ。俺がお前を信じなければならない理由もないと思うが。無論だ。しかしお前は信じざるを得ない。そうだろ？他に手がかりがあるのか？人質はどこにいる？人質はすべてシェル1の中央と B1 のホールに集められている。エームズもそこだ。その男の特徴は？男とは限らない。女かもしれない。俺も会ったことがない。それでどうやって探せと言うんだ？聞こえるはずだ。聞こえる？エームズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいる。鼓動音にペースメーカーの音が混じるはずだ。一人一人の胸に耳を当てろと。いや、それでは聞こえない。見張りにも見つかるだろう。どうしろと言うんだ？指向性マイクを使え。中央塔のどこかにあるはずだ。これを使え。セキュリティカードだ。セキュリティレベル2の扉が開く。中央塔にも入れる。このカードはパンという人体通電技術を使っている。それと注意しろ。シェル1中央塔はビッグシェルの中で最も警戒が重要だ。その格好では近づけない。これを着るんだ。テロリストの服装？エレベーターに乗る際にはカメラによるチェックがある。これを着ていないとまず通れない。変装をしろと。中央塔と外周部に詰めている兵士は兵装を区別している。その格好で騙せるエリアは限定される。さらに服装だけでは奴らの目をごまかせない。武器のことか？ AK が必要だ。奴らは AN94 を持っていた。中央塔に配備されている兵士は AK を装備している。
AK-74U を手にしていないと正体がバレるということか。 AK の方は自分で調達しろ。それとまだあるのか。ホールに入るには網膜パターンのチェックがある。バイオメトリックス。そうだ、こっちは真似することはできん。実際の兵士でなければ認識しない。急いだ方がいいぞ。奴らには核がある。核？奴ら核兵器を持ち込んでいるのか？お前はおかしいと思わなかったのか？大統領を人質に取っているとはいえ、なぜ奴らはここに留まっているのか？逃げ場のないこの孤島に脱出手段も用意せず。たとえ奴らが核兵器を持ち込んだとしても、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。それも奴らが手に入れている。お前も見たはずだ、海軍大佐の切られた手錠。その先に繋がっていたのが起爆コードの入力装置、ブラックケースだった。それはすでに奴らの手中にある。なぜここにブラックケースを持ち込んだんだ、ただの除染プラントに。答えは簡単だ。ビッグシェルは除染プラントなどではないからだよ。何？核も奴らが持ち込んだのではない。初めからここにあるものだ。そう、すべては偽装。偽装？一体何の？ここにはメタルギアがある。メタルギアが？そう、あのシャドウモセス事件で公になった核搭載二足歩行戦車、その改良型がここで開発されている。どういうことだ？あとはエイムズに聞くんだな。これは持っていて損はない。コントローラーの振動をオンにしておけよ。おい、携帯なんて何に使う。大佐、今の男は何者だ。我々の仲間ではない。違う、うちにあんな隊員はいない。このビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが。初耳だ。大佐、俺に何を隠している。いや、隠し事などしていない。全て話している。それは大佐の知っている全てか、それとも俺に話していいと許可されたことの全てか。バカなことを言うな、ライデン。メタルギアについてはこちらでも調べてみる。君はエイムズに接触してくれ。あの男の言うことを信じろと。他に大統領につながる手がかりがない以上、今は他に方法がない。メタルギアのことも含めて情報を得るんだ。それが指令か。そうだ、敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ。了解。プリスキン、聞こえるか。どうしたライデン。実は忍者の格好をした男に出会った。忍者？ああ、心当たりは。いや、ない。お前そのコスプレ野郎を信じるのか。他に手がかりもないんだ。大佐も奴の言うことに従えと。聞き分けのいいことだな。だがこれだけは言っておく、シャドウモセスで公になった忍者はもう存在しない。お前が会ったのは奴ではない。なぜそう言い切れる。ありえないからだ。気をつけろよ、いいな。プリスキン、エイムズというシークレットサービスについて何か知らないか。エイムズ？知っているのか。いや。何か知っているのなら。いや、まさかな。人違いだろう。気にするな。ダンボール箱を装備してるな。ダンボール箱は敵の目を欺く最高の偽装といえる。スニーキングミッションの必需品だ。そうなのか。もちろんだ。ダンボール箱に命を救われたという工作員は古来より数知れない。みんなこれを使ってきたのか。当たり前だ。ダンボール箱をいかに使いこなすかが任務の成否を決定すると言っても過言ではないだろう。ただし、いかにダンボール箱といえど素材は紙だ。手洗い扱いをするとすぐダメになるぞ。俺もお前のせいでいくつか失ってしまった。なんだって。いや、気にするな。とにかくダンボール箱は大事に使え。丁寧に扱えばダンボール箱もきっとお前に応えてくれる。真心を込めて使うんだ。必要なのはダンボール箱に対する愛情。粗略な扱いは許さんぞ。いいな。ああ。
ジャック、したいの？セーブ。ジャック、ちょっといい？ローズ。頼まれていたスネークの遺体の調査だけど。どうだった？スネークの墓を見つけた。それで遺体は？スネークの墓を掘り起こして DNA 鑑定をしたわ。結果は？右腕が欠損していたもののソリッドスネークに間違いなかった。彼はすでに死んでいる。となると今回のテロリストは？スネークを語る偽物。そうか。どうしたの？がっかりしたようだけど。いや、伝説の男に会えるかもしれないとどこかで期待していた。そうね。でも彼は今回の主犯ではない。ライデン、大統領の手がかりを追うんだ。テロリストに化けて中央島に潜入しろ。エイムズを探すんだ。連絡が途絶えた隊員の姿はなかった。他に異常はない。ライデン、エイムズに接触して大統領の居所を聞き出すんだ。エイムズはシェルワン中央島の B1 に人質として捕らえられているらしい。シェルワン中央島に向かえ。シェルワン中央島の警備は厳重だ。敵に変装して潜入するんだ。変装するにはまずあの忍者から渡された敵兵士の野戦服を装備するんだ。それで敵の服装を真似ることができる。だがそれだけでは不十分だ。敵兵士と同じ武器を装備していなければ怪しまれるぞ。中央島の敵兵士は武器として AKS-74U を装備している。変装するときは AK を装備しろ。 AK を探すんだ。カード2を手に入れただろう。 F 脚の倉庫を探してみてはどうだ。ライデン、気をつけろ。そこには赤外線センサーが仕掛けられている。赤外線センサー？そう、プラスティック爆弾と連動したトラップだ。赤外線に触れれば大量のセムテックスが爆発する。そうなれば命はないぞ。赤外線には絶対に触れるな。
AK を手に入れたようだな。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは、 AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍 AN94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。M4 を手に入れたようだな。 US 総コムで正式採用されているアサルトカービン銃だ。第二次大戦中に使用された M1 カービンの流れを組んでいる。 M4 とは米軍に4番目に正式採用されたカービンという意味がある。基本的には M16A2 をベースに特殊部隊向けの改良を加え発展させたものだ。装弾数は30発、 5.56mm×45 の SS109 弾を使用する。ちなみにカービンは騎兵銃、つまり単銃身のライフルのことだ。覚えておいてもあまり役には立たないかもな。ジャック、呼んだ？ジャック、大変だろうけど弱気にならないで。ブリスキン注意もいるし、きっと大丈夫。どうしたの？何でもない。あなたが何でもないって言う時って大抵何でもなくないじゃない。どうしたの？いや、ただえらくあいつのこと気にするんだなって。だって、ああ、フリスキンは頼りがいのあるやつだよ。だろ？あ、なんだよ。確かにプリスキン注意って男前よね。すっごく渋くて素敵。だろうな。でもあなたほどじゃない。私にはあなたが一番。いつでもね。あ、いや、俺はそんなつもりじゃん。あなたって時々可愛い。じゃあね、ジャック。
動くな。動くな。勘弁してくれ。動くな。撃つなら撃て。動くな。お助け。エレベーターがあるな。エレベーターに乗ればフロアからフロアへ移動ができる。エレベーターを呼ぶには近くにあるパネルの前でアクションボタンを押せばいい。しばらく待てばエレベーターが来るはずだ。そこのエレベーターは特別だ。パネルの上に変わった形の監視カメラがついているだろう。ああ、視界に入っても反応しないようだな。これは？そのカメラはパネルが押されると起動してエレベーターに乗ろうとしている人間をチェックする仕掛けになってるみたい。つまり敵兵士に変装していないとエレベーターを呼んだ瞬間に発見されるということだ。ジャック、呼んだ？ジャック、任務の方はどう？ああ、順調だ。順調だ、それだけ？任務についてはあまり話したくないんだ。せめて君とは別のことを話したい。そう、じゃああなたについて話して。俺？そう、あなたの一番嫌いな話題。そんなことは。そう？じゃあ話して。何を？何でもいいから、あなたのこと。面白い話なんか別にないよ。どうしてそんなこと聞きたいんだ？知りたいんだもの。だからどうして？好きな人のこと知りたいって思うの、そんなにおかしい？おかしくはないが。私、時々ね。ってほら、もう私の話になってる。あなたのじゃなくて。どうして話してくれないの？あなたがどんな子供だったのか、何をして遊んでたのか、ご両親はどんな人なのか。私聞いたことない。どうして？それは分かってる。これってちょっと異常よ。彼氏の昔のこと何も知らないなんて。ローズ、帰ったらちゃんと話すよ。そう、きっとよ。ああ、きっと。
ジャック、したいの？セーブ。じゃあね。動くな。大佐、この扉は？わからん。大きな扉ね。何かしら、データにはないけど。ライデン、その扉を開ける方法はない。構わずに任務を続行するんだ。いいな。動くな。勘弁してくれ。勘弁。調子はどう？動くな。お助け！おはよう。おはよう。Thank you.